皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。このチャンネルでは星空撮影やタイムラプス撮影に関するノウハウ、ハウトゥーですとか機材のレビューなんかをご紹介しているわけですけども、わざわざねこう1個の動画にして紹介するまでの必要はないけども、あると便利なグッズっていうのがあるんですよ。それを、紹介したいと思います。6個あるのかな。はい、それでは行ってみましょう。今日紹介する商品は、機材はですね、すべて、リンク先は概要欄に貼っておきますので、もし気になる方はおポチりいただければと思います。はい、まず一つ目ですね、一つ目がこちらでございますね。ニシっていうメーカーさんから発売されているニコンの Z1424 用のレンズフードなんですね。メタルのレンズフードです。でこれなんでわざわざね純正のやつじゃなくてこっち使ってるのかというと、これが、私が使っている、ニコンの Z1424 の 2.8 というレンズですね。このレンズがね、レンズフードが2つ付属してるんだったかな。純正のレンズフードがね、なぜかこう後ろの方からね光が入るような感じで隙間があって、そこから結構ゴーストが出そうな感じで嫌だったんですよ。なんか対策ないかなって調べたら、ニシさんがね出してたんですよね。やっぱこうやって気づくメーカーがいるんですね。でこのニシのレンズフードはメタル で後ろから隙間から光が入り込むような設計になってないので、こうまあネジ緩めて合わせたらこう閉めると、まあ、段差もあってレンズヒーターもこのネジとここの段差の隙間とかに引っ掛けやすいし、あの隙間も空いてないのですごくこれ気に入ってます。 Z1424 の 2.8 使う人はですね、ニシのフードがすごくおすすめかな。はい、まずこれが1つ目。2つ目なんですけど、ニコンつながりでこれでいきましょうかね。これです。この Z7 で、まあ、撮影するときに使ってるモニター、液晶モニターフードなんですけど、私がよくやるその夕焼けから星空、星空から朝焼けっていう、そういうタイムラプス撮影の時とかあるじゃないですか。星空の撮影の時って液晶モニターがすごく明るいので、液晶モニターの明るさを落とすんですよ。ただそうすると昼間見えないじゃないですか。で横からこう光入ったりしてよく見えないみたいな感じなんですよね。だから星空スタートで朝焼け撮影する時とかは、朝焼けになった時に液晶モニターがよく見えなくて、なんか今どうなってるのかなみたいな設定の確認とかができないというかしづらい感じになるんですけど、その時にこの液晶モニターフードをつけます。まあ、これは Z7 用ですけど、ってことは Z6 や Z7II でも使えるんだよね。まあ、私の動画にもたびたび登場したかと思うんですけど、こういう風に液晶モニターフードをつけておくと後で液晶モニターがこう見やすいというものになります。これあるとめっちゃタイムラプス撮影の時は便利ですね。まあ、昼間のタイムラプス撮影の時とかも液晶モニターがすごく見づらいよっていうことがあるので、そういう場合はこの液晶モニターフードをつけて撮影するようにしています。これが2つ目ですね。はい、それから3つ目はこれかな。はい、こちらです。これはですね、バッテリーホルダーで使ってます。バッテリーホルダーですね。長時間のタイムラプス撮影とか星空撮影の時にバッテリーが切れないように、まあ動画撮る時とかも使ったりしますけど、 USB 用給電をしながら撮影する場合に使います。でこれはですね、例えばねこういう感じで、撮影をしていますと、それで USB 給電をこうやってするわけですよ。でその時にこれどこに置きますかって感じなんですね。今これ三脚短いから別にこのままでもいいんですけど、通常のその高さの三脚っていうのかな、その時にこれどこに置いたらいいか分かんなくなりますね。そういう時にこれを使います。本来は自転車用のバッテリーホルダーでございまして、ここにこういう風に巻きつけてこういう風にこんな感じで取り付けてですね、これモバイルバッテリーをつけるんですけど、まあ、こういう感じでバッテリーをくくりつけることができます。でこれ、まあ、バッテリーを今こうなんかジャックを下にしてるのは、四つ湯がつく時とかになんかここに端子に水入ったら嫌だなと思って安心できないのでこう下にしてるっていう感じですね。ゴム素材なので結構伸びるんですよ。だからすごい
今までの経験だとこういうバッテリーホルダーとして使ったりとか、あとすごく風が強い時にどっかの柱に三脚くくりつける時にこれで縛り付けたりとかみたいなこともやったことありますけど、結構便利なアイテムです。でこれは私使ってるのはこの蛍光色蓄光のやつで、これ光るんですよね。ですから夜ちょっとカメラ設置してその場を離れても昼間のうちにこう光を浴びせておけばこれがほんのり夜光るので、カメラの場所が分かりやすいというようなメリットもあります。これも便利アイテムですね。はい、それから次がですねこれですね、これ VSGO っていうメーカーのお掃除グッズかな、クリーニングキットになります。タイムラプス撮影って本当にゴミついたらアウトなんですよ。絶対にそれは避けなきゃいけないので、ゴミの掃除っていうかセンサー掃除っていうのは本当必須です。これはいろいろなものが入ってまして、中を開けるとこのブロワーね、それからこの白手手袋とか、あとなんかこうクリーニング系の液体とかね入ってます。まあセンサークリーニング、レンズクリーニングみたいな、あんまりセンサーの液体って私使わないですけどね。あとは、このレンズペンとかと別に、私は大量のこのセンサースワブ、センサーをですねさっさっとこう拭いてゴミを取るっていうのを、大量に持ってます。 APS-C 用とフルサイズ用と使ってますね。あとちょっとしたなんかレンズクリーニングクロスみたいなの入ってますね。これでですねセンサークリーニングを行っているんですが、特にね今みんなにお伝えしたこのブロワーかな、ブロワーはいいのを使いましょうっていうのはお伝えしたいですね。ブロワーって値段の高いやつから安いやつまでいろいろあるじゃないですか。でまあこのブロワーちょっと罪はないんですけど、ここがねこう取れるやつっていうのはちょっと危険です。センサーをこうバフバフやってる時にスポンってこう飛ぶ時あるんですよ。これポンって飛んでセンサーにぶっかってセンサーが割れちゃったとかね、ブロワーがぶつかってみたいなことがあった人がいるみたいですよ。でまあそういう危険性は私はもともと感じてたので、こういうねスクリューでこう取り外しができないタイプのブロワーっていうのを使うようにしています。あとこのブロワーはね確か外からゴミが入ってこないような設計になっていなかったっけな、なんかフィルターみたいなのがついてて、ごめんなさいなんかちゃんと調べないで喋ってますけど、なんかこうノズルも柔らかくてで勢いよくこう空気も出るし、スポンって取り外すこともないし、ゴミがこう何、中に入ってから外に出るってこともないので、すごくこれは重宝します。で最近ちょっと弱くなってきましたけど、本当はねこれ立つんですよね、こうくっつくんですけど最近ちょっと弱くなってきたな。もうこれ動画使ってるの1年以上2年ぐらい使ってるのかな、はい、っていうものになります。のでこの VSGO さんのセンサークリーニングキットですね、これめっちゃおすすめです。どうしてもねブロワーって安いのでいいじゃん済ましちゃおうって感じになるでしょ、なるんですよ。なんですけどまあいいの使いましょうってのは言いたいかな、うん、はい。次がですね読書用ネックライトです。これこういう風に巻いてここを押すとこうやって光るんですよ。星空撮影の時に、このライトは重宝しています。今まではヘッドライトとか、あと首にヘッドライトを首に巻いたりしてね使ったんですけど、どうしてもヘッドライトってこうまっすぐ前に光が飛ぶので、こう隣の人と話すと隣の人に光を浴びせることになって結構嫌がられるんですよ。だからそのヘッドライトを首に巻いてって下向けたんですけど、いろいろなものを着てゴワゴワしたりとか、あと基本的にブラブラぶら下がってるので角度の調整っていうのは結構しづらいっていうのが、そのヘッドライトを首にかけることのデメリットだったんですけど、これはこうやって好きな方向にこうやって角度が変えれますので、相手に浴びせることもないし、下にこういうふうに、下だけに当てて、こうやって手元だけを操作するっていうことができます。まあ明るさ的にはそんなにこれ3段階で調整できるんですけど、一番弱い光でもそうもうちょっと弱くてもいいかなぐらいの感じなんですけど、まあその人に向けなくて済むっていうところがいいですね。でここの後ろのボタンを押すとこで色が変わるっていう、はい、ものになってます。でですね USB-C 端子がこうついてて、はい、ここから充電ができるようになってます。
で今使ってるこれはね冬用ライトにしてますね。冬用ライト、要はあのここに充電する部分があるから、ここはフレキシブルじゃないんですよ。固まってる、こっちだけフレキシブルなんですけど、そのなんか着込んでる時にこれこうやってやるのはいいんですけど、夏場とかで薄着の時にこれやるとちょっとブラブラして落としたりしそうなんですよね。なのでこう夏場はこっちを使ってます。この長いやつですね。これはねここのところもフレキシブルです。フレキシブル、ここのところもですので、あのこういう風に首に密着して巻けるっていう感じですよね。これもこういう風に光ります。はい、光ります。で色も変えます。あ、なんか左右で色が違うぞ。でですね、今色の強さ左と右で違いますけど、この長押しするとですね、一応この光の強さがじんわりですね、はい、今これ右が一番弱くなってます。左が一番強くなってる状態ですね。っていう風に左右の明るさずらしてるんですよ私。だからあのちょっと弱い光使いたい時はこっちでやって、強い光を使いたい時はこっちでやってっていう風に右左で使い分けてたりします。もちろんこれも角度をこう変えれるので、はい、前に向けたり下に向けたりすることができます。あとなんだっけ、で充電するところはですね、この先っぽがこう、USB タイプ A になってて、でここにブスッとなんかパソコンとかにこうブスッと挿しておけば両方とも充電がされます。だからまあこっちにこっちがフレキシブルになって端子がなくなった分、前の方がちょっと重たいっていうのがこれの特徴かな。でもまあこうやってぶら下げている分には全然問題ない感じですね。私もまだこれ使い始めて半年も経ってないんですけど、まあ、今のところ結構使いやすいので、星の撮影とか夜の撮影で、ね、夜景の撮影とかやる方はちょっとこれおすすめかなと思います。では次が最後になりますが、これですね、サングラスなんですけど、超光グラスっていうやつ。これ Amazon で安いの買ったんですけど、あの普段こう撮影の時は私コンタクトしてるんですけど、あの太陽の光とかね、なるべく浴びないようにしてるんです。やっぱり自分の商売道具っていうか目は大事にしてて、なるべく撮影の時は昼間はサングラスするようにしてるんですけど、結構濃度の濃いサングラスをかけているとやっぱり夕方になったら見づらくなったりするじゃないですか。でその時にこの超光グラスっていうのが非常に役に立ちまして、あの明るくない時はこれそのなんていうかスケスケのままなんですよ。黒くならないんですよね。で明るくなってくると、あの晴天時とかはこれ真っ黒になります。 ND 効果が高まるんですけど、その外の明るさ使う場所によってこの、サングラスの濃度が変わるっていうのがこの超光グラスで、これね予想以上に便利でした。やっぱり自分が気づかないうちにどんどんその、暗くなって調整してくれるので、眩しいとか眩しくないとかそういうことを考えることがなくなりまして、夜になったりとか暗くない場所に行ったらこうやってねスケスケになるので、すごくこれ便利だなって思いました。いい買い物をしたと思ってます。はい、で特にホーリーグレールを撮影するときとかは、朝焼けとか夕日とかを正面に迎えて撮影するようなときも多いので、もしですね、日本人ってあんまりサングラスする習慣ないんですけど、なるべくねした方がいいですよ皆さん。はい、なのでサングラスをしてこう太陽と向き合うというかね、昼間はなるべくサングラスをしてですね、目を痛めないように大事に扱いながら撮影を楽しむっていうことを私はお勧めしたいと思います。はい、ということで、今日は以上になります。6つだよね、6つ紹介させていただきました便利グッズですね。概要欄にすべてリンク先貼っておきますので、Amazon のリンク先になりますけど、はい、皆さんよろしければそちらからですね、おぽちりいただければと思います。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。